シボレーカマロは、4座で選べるスポーツクーペ、2リットルターボと V8 を販売していますが、濃いめの味付けが、お好みなら好車。試乗して確かめましょう。6代目は、どんなカマロ ?2002 年に生産終了した4代目までのカマロは、スポーツスペシャリティのトレンドを取り込みながら、進化してきた。その後、7年間の空白を経て復活した5代目、カマロは、初代を、 現代的にリハインしたようなスタイルを採用。古き良きアメリカの復興というわけでもないだろうが、見せ方もテイストも日本車や欧州車と一線を隠していた。6代目となる、現行モデルは、先代のコンセプトを踏襲。遠目に見ても一目で、アメ車と分からせるようなスタイルも健在であり、ボリュームのあるボンネット周りが、内蔵する6.2リットルの V8 をアピール。ただし、 オフの大排気量 V8 だからといって単なる、回顧趣味ではない。エンジンは、現代的軽量小型設計。ミッションは10速、AT、アルミ材を随所に用いた、軽量光合成の車体。試乗した SS は、最もホットなモデルらしく、ボンネットもアルミ製だ。マルチリンク IRS も現代の FR 車らしい、性能を追求して、 ミドシップに生まれ変わったコルベットに変わる、FR マッチョとするにはキャラが違っているが、年配ドライバーなら70年代の米国アクション系、TV ドラマのリメイクにも似た考えを抱くだろうし、若年ドライバーなら、トレンドと違った、高性能の表現が新鮮に映るだろう。買ってみれば思わず、日曜の高性能スポーツとは違うのだよとつぶやきたく。 なるのだ。SS の味を作るのは何最大トルクは 62.9kgmM とか、パワーウェイトレシオは 3.8kgPS 未満とか記しても、カマロ SS のパワーの魅力は、全然伝わらない。大排気量なにして全域にまんべんなく太いトルクを排、排止微小アクセル回路から行儀よく追従。十速 AT は、走行状況に応じた変速を行い、 変速感も歯切れいい。速くて従順なパワートレインなのは間違いないが、優等生面も神経質な天才のような感じもない。現代的な宣伝を備えたパワーなのに、やはり印象に残るのは合法雷楽なのだ。全開加速させればもう落とされてしまう。ナスカールのトップカテゴリーを思わせるような排気音。ドラムが弾けるような連続音。腹に響くような中低音が、 問答無用でアメリカンマッチョの世界に引き込む。この時点で虜なのだ。実際の加速よりも排気音が先行しているような、というと少々語弊があるのだが、ナスカールドライバーなりきり精神状態ではそれも仕方ない。高揚感がすごいのだが、意外とプレッシャーは少ない。厳密に管理された機械という印象がないせいかも、知れない。あるいはダラダラとした。 中高速巡航中から感じた応用さが、全開加速でも持続されるのが効いているのだろう。包容感のある、加速性能とでも表したくなる。不正を感じさせるマッチョなのである。乗り心地、ハンドリングについて、大味というほど、ルーズでもないが、神経質な反応や挙動を嫌う。フットワークも、日曜の高性能スポーツとは、 一味も二味も違っている。450PS 級のスポーツモデルならばきっちり引き締められたフットワークを想像してしまうが、カマロ SS の乗り心地は存外に穏やか。もちろん、低深荷域から深々とストロークするような柔らかなタイプではなく、ストロークそのものは締められている。ただ硬さで、 車重や G を抑え込んでいる印象があまりない。路面のうねりや G の変化を短いストロークでいなすも、当たりはマイルド。見かけに似合わずしっとりした乗り心地だ。こんな、足さばきなので操縦感覚も機敏とか、キレに欠く。と記すと、けなしていると思われそうだが、機敏とかキレは正確にして、緻密な操作を求めるわけで、言い方を変えれば、 神経質。路面あたりから、ソーダ追従まで、フットワーク全般で、過渡特性の面取りがうまい。だからといって曖昧というわけでもない。ソーダに対する、回答性はゆったり。応答遅れは、少ないが回答とライン変化が程よく一致し、あるべき打角に自然と誘導してくれるような、ハンドリング特性を示す。ミサオホダ力は小さく、実用車から乗り換えても、違和感のないレベルだ。 それがまた、いい感じ。ミサオほど力を重くして強制的に乱雑なソーダを防止する必要もないのだろう。160万円差を埋めるサウンド。左ハンドルだけの設定で4.8メートル弱の、全長に1.9メートルの全幅。未計測だが、スペックからしても、総合燃費は1桁後半だろう。安全運転支援機能も1世代前の、 印象が濃い。生活の場でもあまり不便のないライトウェイトスポーツ系に比べれば一般性は低め。趣味と実用を兼ねるのはハードル高。趣味の領域でもオーバルトラックのどこが面白いという向きには適さない。ちなみに筆者はオーバルトラックのレースは好きである。SS の価格は729万円。2リットル自家4ターボを搭載する LT。 RS の160万円だか、LTRS でいいか、という気にもなるのだが、サスや10速 AT、前後ブレンボ製、ブレーキシステム等々の専用装備がないと、マッチョも気分が高まらない。何より6.2リットルの、あの独特な V8 サウンドを聴いてしまえば、こりゃ後戻りできないなとなってしまう。カマロの中でも、羊というか、オリジンというか、 私はアメ車であると強く主張するモデルが SS である。日本に導入されている他の GMK モデルも同様なのだが、北米味が強い分だけ日本の一般的な使用環境やユーザーの思考とそごもあるだろうが、本場の味とはそういうものだ。一般論としては進められないが、日曜のスポーツモデルが合わないとか、ドライビングに気づかれするというスポーツ派は用チェックの一社だ。 シボレーカマロ SS スペック。価格、729万円。全長、4785mm。全幅、1900mm。全高、1345mm。車両重量17、1710kg。エンジン形式、6168ccv 型8。軌道、最高出力45 PS、453PS、5700。 RPM 最大トルク 62.9kg M 4600rpm ギアボックス10速オートマティック駆動方式後輪駆動乗車定員4名